それでは定例の記者会見をさせていただきます。消費税の軽減税率の議論がですね、本格的な議論が本日与党の軽減税率委員会で始まりました。昨日あたりからこの軽減税率に関しまして、さまざまな懸念課題があるという報道がございます。代表的なのがその軽減税率の線引きが困難ではないかということ、2つ目に事務が複雑になるのではないかということ、3つ目に社会保障財源が不足するのではないかと、代表的なのはこの3つの事柄かと思いますが、まず線引きについてですけれども、確かにどこを線引きにするかというのはヨーロッパ各国においてもいろんな事例があるようですけれども、だからこそなるべく客観的にですね、恣意的な線引きにならないようなそういうことが必要だということで、私ども公明党としましても、基本的には食料品とそれから、新聞雑誌等と書籍等ということを挙げておりますけれども、その食品についてもなるべく分かりやすい範囲でやるということが必要になってくるかと思いますが、これは線引きが困難だからできないということになると、これ将来的にも軽減税率の導入はできなくなるということですから、将来的に軽減税率の導入の可能性を残しながら今できないという話はない、今できなければ将来もできないと、将来ができるのであれば今もできるということかと思います。それから事務が複雑になるのではないか、これはいわゆるインボイスですけれども、今でも請求書領収書等にですね、その対象の品目と価格とそれに伴う税額が入った請求書領収書とはございますので、それは税率が2種類になれば、その2種類に応じて、そういった請求書領収書等を出すということになります。これはある意味で慣れの部分も必要かと思いますけれども、これはヨーロッパでもやっている話ですからできないことはない。むしろそれを発行することというよりも、それをもとにして、税額を計算するのをインボイスをもとにすると、これはなかなか大変になるということで、コンピューター会計等を導入すればですね、その間の計算の手間を省けるということですから、これはなるべくコンピューター会計を導入できるように支援をしていくということもあると思いますし、また必ずしもインボイスをもとに税額を計算しなくても、例えば簡易課税制度を残せば、これは売上がからもとに税額が計算できることになりますし、また従来と同様に、帳簿をもとにした税額計算も可能ではないかということで、この納税事務もですね、最大限軽減する方向というのは十分工夫が可能だというふうに思っております。それから社会保障財源が不足するのではないかということですが、そもそも昨年の社会保障と税の一体改革の税法の中では 10% 段階ではですね、本格的な低所得者対策を講じるというふうにされています。その候補として一つが軽減税率であり、もう一つがいわゆる給付付き税額控除と。で、ただ給付付き税額控除などはいわゆるマイナンバー制度が定着してから導入すると、導入の可能性が出てくるということですので、その本格的な、低所得者対策が講じられる前の間は簡素な給付措置を軽減するということになっています。ですから 10% 段階で低所得者対策として、この軽減税率をやるか、あるいは給付付き税額控除をやるか、それが間に合わない前の間は簡素な給付措置をやるかということで、いずれかの対策はやらなければなりません。その財源は用意をするということが、これはもう前提になっているわけですから、財源がなくてできないという話はない。もともと低所得者対策をやるということの法律の
枠組みになっているわけですから、その財源は政府として捻出する、これは責務があるということだと思っております。まあ、いずれにいたしましても、まあ、いろんなあの課題等があることは事実ですけれども、これは先ほど申し上げましたが、いずれ 10% 段階では本格的な、低所得者対策をやると。で、公明党としては、給付付き税額控除と軽減税率と比較した場合、まあ、軽減税率の方がより、この消費税に対する理解が得やすい、まあ、日常的な買い物の行動の中で、このメリットを感じられるということから、消費税に対する理解が得やすいということもありますし、あの給付税額控除にやっぱり、マイナンバーを導入したとしても、所得の把握が難しいという課題がありますので、総合的に考えた場合、将来的な 10% 段階での本格的な低所得者対策として軽減税率がふさわしいと、こういうふうに判断をしているわけです。したがってこれは導入を決断すれば、先ほど申し上げた課題懸念というのは乗り越えられない課題懸念ではないということだと思っております。私からは以上でございます。徳島ですけれども、今の点でその食料品と新聞雑誌書籍ということなんですけれども、これの理由を教えていただけますか。まあ、これはですね、まあ、かねてからあの生活必需品というふうに申し上げておりました。まあ、最も身近な生活必需品はやっぱり食料品ということになりますし、から新聞雑誌書籍等についてはやっぱりヨーロッパの事例を見ても、例えばフランスなんかでは食料品より低い税率にしているという、まあ、あの、まあ、文化の国フランスらしい措置になっているなと思いますけれども、代表はあのそういう意味で必需品の一種じゃないかというふうに昨日おっしゃったようですから、まあ、そういった観点も含めて、我が党として提案をさせていただいているところでございます。事務負担の関係でインボイスの導入が不可欠だという声を聞きますけれども、先ほどのご説明ですと、そのインボイスがなくても軽減税率というのは、まあ、どういうふうな名前をつけるかなんですけれども、請求書とか領収書にその価格と税額を書くということは必要になると思うんですね。それをまあインボイスというふうに名前を呼ぶかどうか、まあ、それを発行しないと受け取った方が、仕入れ税額控除はできませんから、発行することは多分必要になってくると思うんです。そういう請求書なり領収書なりに価格と税額を表示するというやり方はね。ただもう一方で申し上げたのは、その中小小規模事業者が税額計算をするときにインボイスをもとにして計算しなければいけないのかどうかというと、それは必ずしもそういう必要はないと。従来の帳簿式を活用して計算することも十分可能だというふうに思っているということです。ヨーロッパの場合はその税額計算もインボイスを元に全部計算するようになってますから、ですからそれは例えば手計算でやるとしたら大量の領収書等を、ね、計算しなきゃいけないということになるから、それは事務が非常に複雑になるということがあるかと思いますけれども、そこは簡素化の余地が相当あるということですね。はい、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 これはですね、政府の方が12月上旬に経済対策をまとめるということで、昨日でしたか、閣僚懇で甘利大臣の方から各省大臣に対して協力の依頼をしたと、まあ、事実上 の具体的な作業のゴーサインが出たということですので、私どももかねてより、成長で検討してまいりましたので、明日をめどに、官邸の方に
申し入れに行きたいというふうに思っております。はい、12月に山口代表 の、 受け止めがあるのはこちらですけれども、先生、この中でとか先ほどの斉藤さん判決の説明をちょっとお願いします。正式には山口代表の方から後ほどお話があると思いますので、私の方からは簡潔に申し上げたいと思いますけれども、昨年の選挙の段階でですね、その一票の格差の是正をやった上で選挙ができていればベストだったと思うんですけれども、残念ながら時間的に間に合いませんでした。しかしその後、ゼロ増五減をの実施をしましてですね、小選挙区の数のゼロ増5減、それから区割りの法案も通しましたので、そういった努力については最高裁の方もご評価をいただいたのではないかなと思っております。しかしいずれにしろこの一票の格差の是正というのは引き続き国会として取り組まなければいけない重要な課題とだと思っております。はい、秘密保護法案の関係なんですけれども、今修正協議がだいぶ本格化してますけれども、与党間 の、 その修正協議をやっている一方でですね、審議が継続してまして、その閣僚が答弁に立つわけですが、修正についてはその触れられないと、政府案についてしか語れないということで、実際 の、 その具体的にそのどういう修正になってどういうふうに変わっていっているかということと、国会の審議が それ以外の元の政府案を元にしているということで、その深まってないんではないかという指摘があるんですけれども、その点についてありましたら。これは法案の修正が閣法とはいえ政党間でやってますんでですね、与野党の実務者間でやってるので、閣僚がその協議の詳細を知らないということもありますし、なかなかこれは今回の法律のみならずいろんな法律の時に、ね、起こりうる現象かと思いますけれども、ただこの野党の修正協議が進んでなるべく多くの政党の賛同が得られる状況になるというのは、結果的にやっぱり国民の幅広い理解を得ることにつながると思いますので、国会の審議は審議としてですね、この修正の協議は積極的に進めなければいけないというふうに思っております。与党は週内の通過、ないしはその来週の頭の通過というのをですね、念頭に置いているわけですけれども、その各党 の、 その修正案が出揃ってから、その実際の採決までの期間が少なくて、その与党修正、与野党修正したものに対する審議が結果的に短くなるのではないかという懸念があると思うんですが、委員会の運営の運び等については委員会の理事会あるいは国対の場で検討されていると思いますので、ちょっと私の方からは正確なことは申し上げられません。その他よろしいでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。